飾りっていう映画館の朝9時20分から始まる配給ゴミ捨て場の決戦っていう映画を予約してほしい。2席なんだってちょっと待って、あなたたちうるさいよ朝からわーわーギャーギャー映画の話してさ、剣も似合ってくる。なんか美味しそうなの作ってますね朝から。休みの日限定。何を読んでるんだい。今日ブルーロックを見に行くんでしょ。いや、そう、配給の話してたら配給見に行きたくなりすぎて。配給だけ。私は配給だけ。カムは分かんない、見るかもしれない。ブルー、おはようございます。今日はゴールデンウィークでございますが、我が家何の予定もございません。ね、毎年ゴールデンウィークはね、あんまり動かないんです。何回かね、公園ぐらい行こっかなとか思って行ったことあるけど、もうね、後悔した。後半はね、ちょっと一泊両親を連れてね、行く予定なんですけども、前半は全く予定がございません。片付けすっか、断捨離。物が溢れてるんで、なんかね、みんながお休みで出かけてるってなるとどっか行きたくなっちゃうけどね。ハンナさんはウォーキングに来ました。ママもさ、休みの日ぐらいゆっくり寝たいのにさ、あなたたちの声がでかすぎて、もう叫んでるもんね、会話なのに。今日はどれにしようかな。ホワイトティー。洗濯物が乾燥してたやつと、今から洗うやつと、もりもり。ゴールデンウィークだったって、主婦は何も変わらないんだ。最近ハマってるよね、それ。毎日飲んでる。これね、あのママたちがジムで飲んでめっちゃ美味しかったレシピで、それを控えてきてね、冷凍アサイーを買って作ってます。これですね。え、もうなくなるよ。かんちゃんしか飲んでないよ、うん、あと4日でなくなるよどうですか、あれさ、シュシュシュミ具合は。俺はまとめて出たの、宿題は。うん、ポンどこ行った。ちょっとさ、開けてほしいものがあるんだけど。昨日ですね、お荷物が届いたんですよ。市長さんなんだけど市長者さん市長者さん、視聴者さんで一生言えないちょっといろんなね、北海道のものを送ってくださるあの方ですよ。多分ヒポンの入学お祝い的な。ねえ、邪魔なんだけど、この人たち。なんかすごいね。うん、図書カード。図書カード、うん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 、一番喜ぶやつじゃん。好きな漫画でも買ってくださいだって分かってる親戚のようにいろいろ送ってくださるすごい猫腹してる。宿題してる、あっちが上に乗っかって何それ、めっちゃ可愛いんだけど。え、どういうこと。あ、タイマーで、うん、かわいい。ほら、何分何分ってなんか多分セットできるんだよ。ちょっと使い方読まなきゃね。ありがとうございます。めっちゃかわいい。見て、全部ペン。なんか北海道の動物が載ってる。あ、かわいい。え、ご飯も入ってる。ちょっとこれがいい。なんかね、ピノが入ってる。多分メモ帳、ピモ、ピノの、まあ、ピモって言った見て、めっちゃ可愛くない。え、可愛い。マーカーが2本とボールペンが4本だ。ピノ、めっちゃ可愛くない、うん、めっちゃ入ってる。マーブルチョコが入ったボールペン。あ、これ絶対喜ぶよ。うん、ヨーグレットのメモ帳。あ、じゃあペピーナー。あ、ピノもあるんだ。これめっちゃ可愛いねありがとうございます。本当に消えるのか。ピノ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 。何をしてるんですか、あなた人のノートに。ピノ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 。おー、え、ボールペンが消えるの。あ、マーカーも消えるらしいよ。え、すご、見て、消え、やば。ゴミ捨て場の決戦だからちょっと猫っぽいの今日。ほんとだ、まつげ上がってる。そうじゃないねえ、見て見て、金を乗せたの、剣もだから。よくわかんない。秋にもね、分かってくんなかった。行ってきます。はい、また爪をつけてますね、アチャピ。4日間も休みなんでゲームの撮影を1本しましょう。暇なんで私たち
明日も暇だよ。明日も暇だよ。暇だね、セリちゃん。猫って毎日こんな感じだよね。でもママはちょっと午後はね、いて断捨離をします。どこしようかな。なんかママが嫌なのね、あそこのテレビ周りがもうぐちゃ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 、まあそこがすごい嫌だから、まずあそこと、今日はちょっとここの見た目ちょっとすっきり見える棚、この中身がマジでやばい、物だらけ。キッチンもいろいろやばい。昨日ね、この弁当箱をめっちゃ捨てたの。だからちょっとすっきりはしたけど、じゃあちょっとゲーム実況に行ってまいります。ハイキュー。現在時刻、9時10分くらい、あ、14分、14分やばい、ぶれない。いや、楽しみですね。あ、秋の人らでしょ。はい、じゃあ行きましょう。今日のお昼はお弁当を頼みました。これは脂肪燃焼スープを作っておきます。これね、キポも食べれたらいいんだけどね、玉ねぎめっちゃ入れるんだよね。嫌いな人は嫌いだもんね。結構玉ねぎダメっていう人多いよね。結局どうすんだろう、カンアキは。朝から一本映画見て、で、なんかお昼食べようかどうしようかみたいなことを言ってたけど。あきぽんがね、あの人結構目的果たしたらすぐ帰りたい人だから、カンちゃんに付き合ってお昼を食べてくれればいいんだけども、え、私帰るとか言って帰りそうだよね。ちょっと鍋がちっちゃかったな。これで煮込みます。焼き良かった。そういうの好きかも。お弁当届きました。はい、りのお弁当ですね。いただきます。そのチュルチュル美味しいよね。パスタ。味ありそうでないっていう。めっちゃ美味しい。唐揚げ切ってやろうか、ハムに。大丈夫。切る？歯がないからさ、切ってあげようかって。ガチャピン、ガチャピン来てる。まだ、前歯の隣がなかなか入ってこいね。前歯の横、うん。友達はみんな何してんだろうね。うん。大分とか、じいちゃん家行くって言ったら。それもそれで大変だよね。僕の友達ね、福岡行くって。うん、と。みんなお出かけするんやね、やっぱ。友達は、鮭です。鮭弁当。これよく頼む。やっぱ楽だね、お弁当があると。全然いいよ。いただきます。断捨離にかかろうと思うけどさ、どこからしようとちょっと気合い入れてやらないと。やりだすと止まんないんだけどさ。うん、俺は洋服だな。毎年さ、着る服って変わるから。うん、ゆずりアカウント再開してます。覗いてみてください。頑張ってるね。送るまで時間かかってるけど、写真載せて選んで連絡して発送までってすると、ちょっとずつしかできなくて。ママがね、全部手作業でやってすごいよ。心がこもってますんで。捨てられないだけなんだけどね。ほんとなんか、断捨離も捨てて拾って、捨てて拾って繰り返して。断捨離の本まで買ったんだけどね。断捨離はこうやってするみたいな。まずはあそこのテレビ周りだな、今日は。どうぞ。ナンペン、美味しそう。アヒージョとジャジャジャーン。めっちゃいる。これ身長とか全部関係してるのかな。一緒なのかな。一緒これ更新ない。じゃない。今からここのなんかごちゃ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 してるここをちょっと片付けようかな。予想通りポンだけ帰ってきました。カンちゃんを置いて、これ取っとく。取っとく。子供に聞いたらダメだ。ミートピアやった。え、ミートピアにスプロテオン入ってるんです。ちょっとあなたたち邪魔邪魔ねえ、入らんで。ちょっとめっちゃ開いたよここ。めちゃめちゃ懐かしいの出てきたよ。昔あの
おいらんとか。ちょっとセリちゃん、舞妓さんした時のキーホルダーとか懐かしい。セリタン、なんか出てきたね。なんかに入れとこうかな、ひとまとめにして。だいぶ前に遊ぼうと思って買ってたおもちゃが出てきた。んで、ちょっとこれ。あ、ごめん。まっすぐ飛ばないからさ、めっちゃまずい。立ちなさい。あ、ごめん。これは何？キャッチするみたいな。無理だこれ。飛ばしてもっと。意外と遊べるの。跳ねちゃう。跳ねるからいいよ。おやつタイムです。大好きこれ。ママはこれいつも買ってきても口に入らないやつを食べます。今日はお片付け頑張ってるから。テレビ周りちょっとすっきりはしました。どうでしょう。もうね、全部しまい込んで、このチェストの中ってね、ほとんどいらないものが入ってたの。もうね、ほぼ捨てるものというか、これゴミ袋いっぱいになりました。ヒンくんが買ってきてくれました。500円で買ったよ。ママが最近お気に入りのやつ、下の自販機で買ってきてくれるんだよね。このね、保冷バッグを持ってね、毎日買いに行ってくれます。本当に大変だからね。ちょっとパパの断捨離を覗いてみましょうか。うわぁ、どうですか、写真出ますか。チャピのお片付けが、お片付けが始まりました。わぁ、すごい、大変。さあ、綺麗になるかな。机の表面が見えてきました。机が見えましたよ。まだちょっとね、この辺ごちゃごちゃしてんだよね、結構。とりあえず机は見えました。以上、今日の断捨離、1、2、3、4、5、6、7、8袋。パパの服をかなり捨てました。あっという間にもう夕方。今日は豚丼を作ります。玉ねぎばっかり切ってんな。この前なんか久しぶりにあきぽんが最近豚丼食べてないって言って、あれ好きなのにって言ってたから、これ久しぶりに作ってます。うまい。これオクラは食べないそうなのでね、ちびちゃんたちは。テビこれ好き。これ今日この後ちょっとショートを撮るみたいです。あっちの部屋から出てきたおもちゃで。ネタバレを含みます。一番の名シーンをあげるとしたら、ツッキーが笑ったとこっすね。わかります。ごめんねじゃないんだ。ごめんねはもう何百回も聞いた。うん、カホンはあの映画に MVP をあげるなら天童だと思う。おい、何を買ったんだ、何を買ったんだ。1個330円のステッカーを何枚買ったでしょ。8枚。いいとこついてくんじゃん。 5枚。6枚ほぼ買ってんじゃん。服のブランドがあるんですよ。ステッカーを買いました。エンペラーと、あ、わかんない、ただ危険さん、これなんかロッカーの時によく貼ってあるやつ。これもこれもわかんないけど、かわいかった。チョキンイクラのキーホルダー買いました。あ、かわいいでしょ。これ何円すると思う。600円、800円、1500円。えー
えぐいよね。が、でもまあ限定品だからね。大満足でしたね。うん、新鮮だった。その何、スブラ界隈にリアルの人間がこうなんか集結してるのがすっごい新鮮だった。どんぐらいなんだろうこの人たちみたいな。間違いなくスプラ好きだろうからね、そこにいるってことは。うん、チャピー見て。誰から？すごくない？視聴者さんから。すげえ。すごいんだけど、見てこれ。海の、すごいよな。ありがとうございます。どこに飾ろう。これ何、色鉛筆？写真なんじゃない？すごい、色鉛筆でしょこれ。かわいすぎ。見て、かわいい。クソかわいい。お風呂どっちが先に入るか問題。なんでゆずまのと乾杯。お疲れ様です。断捨離お疲れ。思ったけど俺あんま持ってなかった。洋服、うん、いやめっちゃ減ってたよ。あのかけるところスカスカになってたよ。気持ちよかった、うん、子供はダメ。ゴールデンウィーク終わったらもうずっと寝れるじゃん。アチャピはずっと頑張ってるんだぞ。勝負だけどね。確かにね。いやでも下の二人はあみゃんよ。そうなるとよ、親も年取るし、じいちゃんばあちゃんになるんですよ。休み。明日ね。明日何しようかね。今日秋葉の上で寝ると。お前なんでんじゃまた明日なんていうの。また後で。明日は何しましょうね。明日は夜は。あ、そうだ。大阪からね。お友達が。お食事会だ。明日はお食事会でございます。おやすみなさーい。おやすみ。